ます。はい。5月22日土曜日、11時28分です。というわけでね、まあ、1日動画をね、撮っていこうかなって思うんですけども、今日は8時にはね、起きたんですよ。8時には起きたんだけど、なんか二度寝しちゃって、で、なんか、そう、またね、起きて携帯触ったと思ったらまた寝て、起きてんだけど、布団の中でゴロゴロしてってやってたらね、こんな時間になった。ダメ人間だ。うん。今日やりたいことあるんですよ、今日。僕今、宅建の勉強してて、だからその勉強しにね、午前中図書館行こうと思ってたんだけどね、寝ちゃった。うん。まあでも今から、また図書館行こうと思います。図書館行って、でもなんか適当なところで飯食って、で、午後はまあ動画編集とか、動画撮ったりとか、そんな感じでやろうかなっていう。まあ出かけはするんですけど、別にそんな近所だね。うん。そんな人混みには行かない。さすがにこういう時期だし。うん。でね、まあ、昨日の動画にもあげたんだけど、これいつ上がるかわかんない。これ多分日曜だな、あかんの。うん。金曜日の動画にもあげたんだけどね、なんと僕ダービー当たったんですよ。すごくないですか ?23 倍か24倍かの倍率で当てちゃったんで、まあ楽しみにね、行こうと思います。はい。まあ、それが今の一番の楽しみかな。うん。まあ、ダービー、いや、もう2年ぶりの競馬場ね、楽しんでいきたいね。うん。あと、まあ、来月はね、あと他にも、また大喜利動画の撮影とかあるし、最近ね、月1ぐらいでね、人呼んで大喜利やるのがめちゃくちゃ楽しいっすね。うん。まあ、全然再生数は取れないんだけど、まあ、再生数とか関係なしに、やろうかなって思います。はい。ってなわけで、今から支度して図書館に行きます。なんかここいつも野良猫いるんだよね。いつも野良猫いるからなんか通るたびにね、ちょっと遊んでんだけど。誰かが餌付けしてるんだろうか、あれ。うん。まあ、図書館までね、だいたい歩いて1時間かな。まあ、バスとか電車乗っても別に早いんだけど、日頃そんな運動しないからね。はい、図書館着きました。うん。まあ、今の時間が、1時ちょっと前なんだけど、まあ2時間ぐらい勉強してからちょっと遅めのお昼ご飯食べようかなっていう、まあ、そういう予定ですね。相鉄線がね、工事で高架になってここ踏切なくなったんですよね。はい、ということでね、勉強終わったわ。今が3時20分。そう、3時20分ですね。まあ1時から、まあ、3時ぐらいまでやろっかなって思ってたんですけど、まあなんか1時からね、1時半ぐらいまでやってなんかちょっと疲れて、そっから30分ぐらい休憩して、でそっからまあ勉強してって感じで、まあ3時に出ようと思ったんだけど、なんかちょっといい感じだったから、自分の中でなんかいい波に乗れてたから、勉強のちょっとここいい波に乗れてるところで帰るというか出るのもったいないなって思って、そっからしばらく延長したんですよ。勉強延長してて、で3時15分ぐらいになって、やべえ疲れたって思ったから行ってきました。うん。だからまあそうだ、この後ね、お昼ご飯どっかで食べたいんだけど、どこで食べるかなんだよね。まあどうしよう。うん。マックはやめとこう。マック一回考えたんだけど、マック別にいつでも食べれるから、まあ適当なお店をね、まあ探しに行こうかなっていうふうに思います。もうなんか普通にお腹すいたわ。だって今日朝飯食べてないし、
ちょっと遅めのお昼にするかとか言っといて、今もう3時25分だし、まあ早くお昼食べに行きます。なんかまださっきの場所に猫いたからちょっと遊んできた。やっぱお昼マック行くわ。あのマックやめるってさっき言ったけど、なんかマックの紙袋をねぶら下げた人と数人すれ違って、それ見てめちゃくちゃ食べたくなったからやっぱマックに行くマックいつでも食べれるって言ってけど、言ったけどマックいつ食べてもいいからね、何回食べてもいいからね。というわけで今からマック行きます。このマックでね、3時35分なんですけど、まあお昼というよりおやつだな。もうはい、食べ終わったんで今からね、あの動画撮影しにカラオケ行くんですけど、まだ行ってなかったんですけど、ここでカミングアウトすると、僕今バイオリン持ってるんですよ。あのバイオリンをね持ってその図書館まで行ってたねわけなんだけども、まあなんかバイオリンね、なんか家ちょっと家族いるから土日とかあんまりね弾けないんですよね。だからこうやってね、まあ、カラオケボックスに行くしかない。まあカラオケボックスで弾いた方が音がいいんだよね。バイオリンの家で弾くよりも、まあ、だからまあいいかなって感じなんだけど、まあ大体2時間ぐらいかな、2時間ぐらいバイオリン弾こうかな。まあ、ちょっと練習する時間も含めて適当にやっていこうかなっていうふうに思います。でね、まあちょっと一つね、最近思ったことがあるんだけど、なんかさ、そのガッキーとさ星野源が結婚してさ、なんかガッキーロスとか言ってる人いるけど、あのロスってあの元々持ってた得ていた自分のものを失うって意味じゃないですか。だからロスって言ってる人、なんか自分がガッキーを得ていたといつ錯覚してたんだっていう、もともとガッキーは君のものじゃないよっていうね、そういうことをねちょっと見ててね思ったわっていう、まあ、10人中3人ぐらいからしか共感されなそうな話今日寒いね。今日昼ちょっとあったかかったんだけど、図書館の中とかもちょっとムシムシしてたんだけど、今4時5分、この時間になってちょっと寒くなってきた。俺今半袖1枚だからさ、こういう半袖1枚だからさ、ちょっと失敗したかもしれん。まあ、今から2時間カラオケ入れとなると、まあ、大体6時半ぐらいまでいることになるから、帰りもっと寒いかもしれないんだけど、まあなんとはなるっしょ。てかね、あのマックがね予想以上に腹に来てる今日初の食事だったんだけど、そんな大した量食べてないんだけど、来たなこれ。夕飯食えないかもしんない、そんな感じでカラオケに向かって歩ってます。はい、あのねカラオケ満室だったわ。まさかの満室だった。あそこ満室だったこと聞いたことないんだけど、びっくりしたわ。だからなんか1時間ぐらい待つって言われたから帰るわいやだからなんだろう、わざわざ重たいバイオリン持って図書館に行って勉強してきた人になった。ただバイオリン持っただけの人になった。まあしょうがないね。まあ今日土曜日だし、明日日曜日も明日も休みだから、明日また行けば行くか。明日はじゃあバイオリン弾いてから図書館行こうかな。それでもいいかな。まあでも明日オークスあるから、オークス見たいから、どうしよう、明日図書館行かなくていいかな。別に家で勉強すればいいしね。マジか、予定狂って帰ってから何しようかな。まあ、動画編集しないとダメだ。先週撮った動画まだ何も編集できてないから、それをやんないとダメっすね。はい。そう、俺あんま YouTube 見ないんだけど、YouTube 見ないっていうか、そのいわゆる YouTuber みたいなやつあんま見ないんだけどさ。これ前話したことあると思うんですけど、サークルのね
音楽のお笑いサークルの1個上の先輩に水溜りボンドがいて、まだ水溜りボンドが全然有名になる前とかにさ、なんか俺動画1、2回ぐらい出たり、なんか撮影手伝ったりとかしたことあるんですけど、なんか今もうね、すごい有名人になっちゃって、別に今は何も連絡とか取ってないんですけど、久しぶりにね、水溜りボンドの動画ちょっと見てみたんですよ、昨日の夜かな。そしたらなんかもう、テレビだね、あれ。YouTuber とかじゃなくてもあれテレビだよね、編集とか何から。すごいなって普通に思った。私なんかもう普通にさ、有名人じゃん、もうもう雲の上の存在ですね。だからなんか一緒にさ、そのご飯食べたりとかなんかしてたのがなんか嘘みたいですね。まあそこまで有名になられちゃったら。それにさ、なんかカンタさんがさ、池田エライザと熱愛とかいうニュースもなんか去年ぐらいにあったしさ、あれもなんかなんだろう、知り合いの知り合いが池田エライザってことですよね、俺の。そう考えたらなんか一気にすごいなっていう風に思えてくるし、ねえ、なんか僕のサークルのさ、なんか同期とかでもさ、そのカンタさんのこと好きとか言ってた女の子いるんだけど、自分の好きだった人がさ、池田エライザに取られるってさ、どういう気持ちなんだろうね想像するだけですごいし、なんか普通に、なんか普通に芸能人とかアイドルとかと絡んでんじゃん、あの二人。なんか普通に浜辺美波ちゃんとかさ、ツイッターのフォロワーにいるしさ、羨ましいわ普通に。うん、別に有名になりたいとかチヤホヤされたいとか思わないけど、その点だけ羨ましいわ。ちょっと俺もね、浜辺美波ちゃんにフォローされたい、うん、ツイッターで。うん、その点だけ羨ましいですね。あとは別に羨ましくないねえ。いやー、だから P さんとか未だに交流があるしね。その P さんと俺は交流があるからね。うん、まあ、だからなんだって話だし、別に今僕が水溜りボンドの二人に会いたいとかは別に思わないけど、シンプルすごいなって思った。うん、でもなんか最近炎上してたよね。なんかいろんなことやって炎上してるよね。なんか2ヶ月に1回ぐらい炎上してるイメージがあるから、何で炎上したのかあんま覚えてないんだけど、まあ有名になると大変だわな。うん、まあね、まあ僕もあの2人の世に出てないいろんな話とか知ってるけども、まあね、それをね、暴露したら数字取れるよって、あの知り合いの YouTuber の人に言われたんだけど、まあ、それはやんないっすね。メリットがないです。メリットがないし怖いしあとは普通に P さんとね、またこれからも動画撮っていきたいから、 P さんとのつながりを大事にしたいからね、あんまそういうことしないですね。てかあんま、なんだろう、そういうの僕の趣味じゃないから炎上系みたいなやつは。うん、まあでもあの二人ほんとすごいわ。だってさ、大学生の頃さ、あの二人がさ YouTube 始めるってなった時さ、他のお笑いサークルの人たちみんなバカにしてたからね、水溜りボンドの二人のことをうわ、あいつらお笑いから逃げて YouTuber になっちゃったよみたいな感じでバカにしてたけどさ、みんな。俺はしてなかったけど今やもう誰もバカにできないからね。うん、誰もバカにできないし、なんならもうその時にバカにしてたような大学お笑いの人たちが今こぞって YouTuber 始めちゃって、で、まあ誰もうまくいってないっていう感じだから、まあ先駆者だよね、本当に。いやー、すごいわ。目の付けどころがやっぱ違ったんだなっていう風にね、今になって思ってる。俺もだから大学生のうちから YouTuber 始めてればよかった。なんで大学離れてから始めてんだよっていうね。だから今でも YouTube ってもうさ、そこまで流行ってないんでしょ。今もう TikTok とかなんでしょ。 TikTok は俺もなんかアカウントだけ作ってみたけど全然伸びなかったからやめた。うんし、でもね、そう、僕のね、前いた牧場のところの知り合いのやつがさ、こっそり誰もにも言わないで YouTube やってたんだけど、最近 TikTok 始めたらしくて、 TikTok 始めて半年ぐらいで今もう2万人ぐらいフォロワーいるらしいんだよ。すごくない？2万人って。で、なんかそれに便乗して YouTube のアカウントも作ったらしいんだけど、YouTube の登録者はなんか40人ぐらいしかいないって。
だからやっぱ属性違うんだろうね。うん。だから多分俺のやってることって TikTok 向けじゃないと思うのは。うん。瞬発力がないからね、俺がやってること。うん。まあ、別になんか有名になりたいとかそういうのあるわけでもないし、まあ、楽しく。だからブログと一緒だからね、これ。うん。楽しく続けてればいいんだけど、最近、なんだろうね、ウマ娘から入ってきた人たちがいっぱい登録者にいて、で、なんかアニメを見た感想動画上げてくれってコメントがめちゃくちゃ来るんだけど、それもね、まあ、やんなきゃなとは思ってるし、やりたくないわけじゃないから、見たいから、普通にそのアニメは、見てやろうかなと思ってるんだけど、なぜそんなに時間がなくて、難しくて、やるんですけど、そこら辺なんかやんなきゃって思って義務感に駆られてやるのは違うなって思ってるから、うん。で、あんまそっちに注視するばかりに昔からのね、そのベビーメタルとかが好きで登録してくださってる方をないがしろにするのはちょっと、それは違うなって思ってるから、だから人がまだそんなに増えてないけど、これ以上どんどん増えてくるとそこら辺のさじ加減というか、そこら辺も難しくなってくるなっていう。あっちを大切にしたら今度こっちをないがしろにすることになっちゃうから、まあ僕がね、そのいろんなジャンルを雑多に上げてるのがいけないんだけど、あんまウマ娘ウマ娘ばっかりやっちゃったら昔からの同読者さんがちょっと離れていくよなと思ってるから、そこの兼ね合いは頑張んなきゃなっていうふうに思ってるわ。うん、ってな感じで家に帰ってます。帰ってきてね、なんか一気に眠くなってきたから、とりあえずまあ、風呂入れて、なんか昼寝しよっかな。なんかダラダラしよっかなって思います。うん、疲れたわ。別に疲れることしてないんだけど、疲れたわっていう感じですね。ちょっと今冷房入れた。暑い、やっぱ暑い。なんか暑いのか寒いのか自分でもわかんない。うん、そんな感じっすわ。でさ、なんか最近ニュース見て思ったんだけどさ、オリンピックについてなんかいろいろとあるじゃないですか。オリンピックについて、うん、なんかやるだのやるだいなのあるじゃないですか。で、僕ね、それ思ったんだけどね、別に今回の東京オリンピックがどうこうって話じゃなくて、もうオリンピック自体いらなくねって思っちゃったんだよね。うん、なんでかっていうと、もう今の時代オリンピックの存在意義がない。うん、それはなんか近代オリンピックできた当初はさ、なんか世界平和のためとかさ、なんかオリンピックやってる間は戦争やらないとかさ、平和の祭典っていうコンセプトが最初はあったと思うのよ。でも最近なくないっすか。別にオリンピックあろうが関係なく戦争やってるしさ、平和の祭典でもなんでもないしさ、今ははっきり言って利権とか金がすごい絡んでんじゃん。うん、今はっていうかここ何十年そうだったのかもしんないけど、うん。で、なんか今更東京でやる意味もなんかよくわかんないしね。で、次北京でしょ？なんか今その街でいることに何の意味があんのって思っちゃってさ。うん。なんか、1964年の東京オリンピックはまだ東京でやる意義あったと思うのよ。なんか日本が完全にこれで戦後社会に復帰したみたいな。今もうなくないっすかっていうね。ていうか、そもそもオリンピックって政治利用したらダメっていう建前があるからさ。64年のオリンピックで日本が戦後社会に復帰したってのもまあ政治的な意図だから、それもどうなんだって話なんだけど、もう必要なくないって思って。アスリート目線で考えてもさ、別にそれぞれの種目に世界大会ってあるじゃん。陸上だったら世界陸上あるしさ、水泳だったら世界水泳あるし、テニスだったらグランドスラムあるし、あるじゃん。みんな必要なくないって思っちゃって、だからわざわざサッカーなんかさ、ワールドカップと差別化するためにさ、U23、23歳以下限定とかにしてんでしょ？もういらないよね。なんかまあマイナースポーツの人にとったらいるのかもしんないけど。ってこと考えたらさ、なんかもう今の時代に合ってないんじゃないかなって。もうね、古代のオリンピックだってさ、だんだんその優勝者とか出る人に対する権威とかがどんどんついてって、どんどん金とかで汚くなって腐敗してってなくなったじゃん。だからまあ古代オリンピックと同じように近代オリンピックもさ、そういう腐敗とかが進んでってなくなって運命にあんのかなっていうふうにね、思っちゃったよね。オリンピック自体そもそもいらない気がしてきたなっていうね。皆さんどう思いますか？
いやまあね、僕はスポーツ選手じゃないからこうやって好きかって言えるけど、スポーツ選手目線で考えたらまた違うのかもしれないけど、オリンピック出たいって思うのかもしれないけど、もう今他に世界大会あるじゃんって。だしさ、なんか昔はなんだそのアマチュア規定みたいなやつだってアマチュアの人しか出ちゃいけなかったんでしょう。でも最近どんどんプロ化進んでってさ、もうただの普通の世界大会と同じような感じだからわざわざやる意味がないなっていう、そんな感じだな。もうこれから先オリンピック招致したい街とかもう出てこないでしょう。いや僕さ、スポーツ観戦好きだからさ、もちろんこういう大会とか好きだし、ラグビーワールドカップの時だってすごい楽しかったし、サッカーワールドカップとか毎年夜更かしして見てるし、もうオリンピックもね、毎回見るほどスポーツ好きなんだけど、ちょっと一旦冷静になって考えて、一歩引いて考えた時にね、必要性が何なのかなっていうふうに思っちゃったね。まあ、やるならやるで、普通に楽しんでみると思うけど。でもなんか、ムカつくよね、なんか、休業要請とかさ。なんかな、これオリンピックありきのコロナの対策だから、こうやってね。まあ僕は特別何か害を被ってるような人ではないから、飲食店の人からしたらもう許せないなって思うと思うよ、本当に。そんな感じで風呂入って寝ます。今ね、夜10時16分なんだけど、ちょっと動画の感覚だいぶ空いたんだけど、その時にね、僕が、何をしていたのかと言いますとね、さっき言った通り風呂入って寝て、で、飯食ってたら、なんかワウワウでさ、コンフィデンスマンプリンセス編やってたんですよ。やってて、それ見てましたね、最初から最後まで。夏頃、俺さ、コンフィデンスマンめっちゃ好きでさ、夏に映画館3回見に行ってんのよ、プリンセス編見に。まあ、その時の様子も動画撮ってあげてると思うんだけど。で、まあ、それ見てさ、まあ、だからこれで見たの4回目になるのかな？ 映画館含めて。なんだけどね、めっちゃ面白かったね。やっぱコンフィデンスマンめちゃくちゃ面白いわ。めちゃくちゃ面白いわ。なんかまた見返したくなった。やっぱあれ、脚本が神がかってますね、あれ。そしてね、三浦春馬も、竹内結子さんもね、なんか元気に出てて、やっぱ三浦春馬かっこいいね。だし、あとね、普通に柴田恭兵さんがね、めちゃくちゃかっこいいわ。なんか映画館で見たときあんま思わなかったけど、なんか今見てさ、いや、柴田恭兵クソかっこいいなって思った。ああいう、なんだろう、ああいうおじさん憧れるよね。ああいうおじさんになりたいわ。かっこいいおじさんになりたいね。やっぱだからね、太りたくないっすわ。やっぱかっこいいおじさんになるための、まあ、何よりも一番最低限の条件ってまず痩せていることだと思うのね。やっぱね、年取ってくるとどんどんお腹も出てきて、どんどん太りやすい体質になると思うんだけど、そうなったら終わりだね。だから、やっぱ柴田恭兵さんみたいになるために、太らないでね、しっかりとこの、まあ、痩せ体型をキープしたいなと思いましたね。やっぱかっこいいよな、柴田恭兵。いいな。ああなりたいな。ああいう風になるんだったら全然年取るの嫌じゃない。そう思いました。あとさ、まあ関係ないんだけど、錦蛇のニュース、その後、ワウワウ見た後、そのままテレビ流してたら、錦蛇捕獲のニュースやっててさ、あれ、すごいね。なんか専門家の人完璧でしょ。静岡の園長。完璧に当てて、本当に屋根裏にいて、で、そのさ、なんかツイッターとか見たら回ってたんだけど、錦蛇捕獲して、なんか、いたぜみたいにやってるやつ、画像がさ、めちゃくちゃかっこいい。すげえかっこいい。ね。まあ、そんな風に思いましたわ。というわけで、まあ、10時なんだけど、どうしよっかな、この後。まあ、明日、ね、今日、カラオケでバイオリン弾けなかったから、明日の午前中にカラオケ行こうと思ってんだよね。午後はね、夕方オークス見たいから、テレビで。オークス見たいから午後は出かけたくないんだよ。だから午前中にカラオケ済ませときたいな。でも余裕があったら図書館行ってもいいけど、まあ多分図書館行く余裕はないかな。まあそんな感じにしたいから。だから明日早く起きないといけないから、そんなに今日は夜更かししない。だからどうしよう。まあ、このまま、でも俺動画編集してねえわ。
動画編集いい加減しないとって思ってもうだらだら3、4日経ってる。動画編集してから、動画編集明日でもいいかな、別に。明日でもいいかなって、これダメな考えなんだよな。明日、うん。そうだね。あとなんか馬娘もやりたいな。今日まだ馬娘一回もやってないから。うん。まあそんな感じですわ。いや、コンフィデンスマンの続編、もう撮影終わったんだっけ？今撮影中なんだっけ？見たいっすね。うん。映画館最近全然行けてないからな。てか今閉まってるしね、多分。うん。賭け狂いの映画見るの楽しみにしてるんだけど、どんどん延期延期で、多分6月かな。それも早く見に行きたいですね。はい。というわけで、まあ、これが最後になるのかな、この動画が多分。これが最後かな。まあ、まだ何かあったら回すけど、とりあえず締めとくわ。はい。というわけで、5月22日の、1日でした。うん。いや、おやすみなさい。